あいみょんさんで愛を伝えたいだとか。健康的な朝だな、こんな時に君の愛してるが聞きたいや。触れるカーテン少し浮いた前髪も全て心地いいさ。それに割れてしまった目玉焼きついてないな、バランスをとっても溢れちゃうや。少し軽くて少し酸っぱくて甘ったるかったりさ。とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ、バカの指輪を取ろう。愛を伝えたいだとか臭いことばっか考えて待ってても、だんだんそばに沈んでいたけど、僕が男になるわけでもないから、そっちの図にいるよ。今日は日が落ちる頃に会えるの。完璧な男になんて惹かれないと、君が笑ってたから悔しいや。腐るほどに話したいことたくさんあるのにな、寂しいさ。のところ君はさ、どうしたいの、マジで僕に愛される気あんの。雫が落ちてる窓際、目の際、お気に入りの花。とりあえず今日は部屋の明かり早めに消してさ、どうでもいい夢を見よう。明日は2人で過ごしたいなんて考えて、もドア開かないし、だんだんセンチになるんだけど、僕は愛がなんだとか言うわけでもないけど、ただ切ないと言えばキリがないくらいなんだ。もう嫌だ、ろうそく焚いてばかり買いケーキがあっても、君が食いつくわけでもないだろう。なるわけでもないから、察せずにいるよ。弱いが落ちる頃にあるの。